アルセーヌ・ルパンの逮捕作「モーリス・ルーブラン」変わった旅だった最初はあんなに調子よく行っていたのに僕はこれほど幸先のいい旅なんて一度もしたことがなかった大西を横断する高速客船プロヴァンス号はすごく快適だったし船長も実に愛想がよかった乗船している客は上流社会の洗練された人ばかりで すぐに知り合いになって気晴らしの催しが開かれた僕たちは俗世間から離れまるで無人島にでも取り残されたようなものだったからどうしても仲良くしなくてはならないような気分になったそうして僕たちは親しくなったさて二日目のことだ船はフランス沖を五百マイルほど離れ午後に嵐が来そうな空模様となった時無線で電報が送られてきた 文面はこうだ。奇跡にアルセーヌ・ルパンあり一等船室金髪右前腕に傷跡同伴者なし偽名は R ちょうどその時暗雲の立ち込めた空にけたたましい雷鳴がとどろいた通信は途切れ残りの文面も消えてしまった果たしてアルセーヌ・ルパンがどんな偽名を使ったのか 頭文字の一字しかか知らされなかったもしこれが全く違う内容だったら無線室の通信員のようにパーサーも船長も絶対に秘密を厳守しただろうだがどんなに厳重に隠した秘密でも漏れてしまうことがあるものだその日のうちにどんなふうに言いふらされたのかは不明だがあのアルセーヌ・ルパンが僕たちの中に潜んでいることは皆に知れ渡った アルセーヌ・ルパンが乗客の中に潜んでいるとは、新聞が数ヶ月前からこぞって、その鮮やかな手並みの良さをかきたてた神出鬼没の盗賊が、腕利きのベテラン警部ガニマールが決死の覚悟で追跡を開始したが、一筋縄ではいかず、あれこれ面倒な捜査を強いられているという謎の人物。大邸宅かお屋敷しか狙わず、ある夜押し入ったショルマン男爵の屋敷から何も取らずに、 怪盗紳士アルセーヌ・ルパンは家具が本物になったらまた参上いたしましょうと書き置きして去ったという気ままな紳士。運転手、テノール歌手、競馬の飲み屋、両家の御曹司、若者、老人、マルセイユのセールスマン、ロシアの医者、スペインの闘牛士に自由自在に変装する数多くの顔を持つ男、アルセーヌ・ルパン。なんとその男が 狭苦しい客船の中を、というより、今仕方までいた一等船室の片隅を、この食堂、サロン、喫煙所を行ったり来たりしているかもしれないのだ。アルセーヌ・ルパンは、あそこにいる男かもしれないし、そこの男かもしれない。あるいは隣のテーブルの男かもしれないし、船室を共にしている男なのかもしれないのだ。こんなことが、まだあと5日も続くなんて。翌日、 ミスネリー・ーアンンダーダウンが叫んだ。とても我慢できないわ早く捕まればいいのにそれから僕に向かって「ねえダンドレジーさん船長さんと随分親しくなさってますけど何かご存知でありません?」ミズ・ネリーの気に入られるため僕も何か知っておきたかった彼女はどこにいても人目を引くような美しい女性の一人だった 美しさもさることながら、その財産も人の心を奪うほどで、いつも取り巻きや熱烈なファンに囲まれていた。フランス人の母親にパリで養育され、これからシカゴに住む父親、大富豪のアンダーダウン氏のもとへ向かうところだった。女友達の一人、レディージャーランドが同行していた。会った瞬間に、僕は彼女に恋をした。と言っても、退屈しのぎのお遊びのはずだった。だが、 急速に親しくなるにつれて、彼女の魅力は僕の心をかき乱すようになった。黒いつぶらな瞳に見つめられると、ただのゲームの相手なのに、自分でも意外なほど動揺してしまうのだった。彼女は僕の賛辞を、まんざらでもなさそうに受け入れてくれた。ちょっとした冗談にも笑ってくれたし、小話を披露すれば、面白そうに耳を傾けてくれた。真心を尽くせば、 おぼろげな行為を示してくれるように僕には思えたのだった気になるライバルといえばおそらくただ一人慎み深く品のいいなかなかの美男子だ時には僕のパリッコ風のザック・バランナ態度よりも口数の少ない彼の気質の方が彼女の気に入るように見えることもあったミス・ネリーがさっきのように僕に話しかけた時ちょうどその青年も彼女を取り巻いて座っていた 僕たちは甲板に出てゆったりとロッキングチェアに腰を下ろしていた昨日の雷雨で空が明るく晴れ渡っている心地よいひとときだったはっきりしたことは何も分かっていませんでもアルセンヌ・ルパンの宿敵ガニマール警部のように僕たちも自分たちの手で捜査を執り行うことはできないでしょうかまあとんでもないことをおっしゃいますのねどうしてです 問題はそれほど複雑でしょうかとても複雑ですわ。それはあなたが解決の糸口があることをお忘れだからです。どんな糸口ですの第一にルパンは R で始まる偽名を使っている。はっきりした特徴ではありませんわ。第2に同伴者がいない。そんなことが手がかりだなんて。第3に金髪である。 だから、どうなんですですから乗客名簿を見て当てはまらない人を消去していけばいいんです僕はポケットから名簿を取り出すとざっと目を通していったまず我々の注目する頭文字で始まるのは13人しかいないことがわかります13人だけですの一等選出にはそうですこの13人の R 氏のうちご覧のように9人は ご夫人やお子さん、召使いを同伴しています。連れのないのは4人だけです。まず、ラベルダン公爵。大使館初期官をなさっています。よく存じ上げている方ですわ。ローソン少佐。私の叔父です、と誰かが言った。リボルタ氏。はい、ここにいます。僕たちの中の一人が答えた。顔中見事な黒ひげに覆われたイタリア人だ。 ミス・ネリーが吹き出した。こちらは、とても金髪とは言えませんわね。そうなると、犯人は最後に残ったものと結論せざるを得ません。と、言いますとロゼー主ということになります。どなたかお知り合いの方はいませんか見直し黙ってしまった。が、ミス・ネリーは、彼女につきまとって僕を悩ませていた、例の無口な青年に呼びかけた。 あの、ロゼーヌさんお返事なさいませんの皆一斉に彼の方へ目をやった。彼は金髪だったのだ。正直な話、僕は心の奥底にちょっとした衝撃を感じていた。重苦しい沈黙が続いているのは、他の人たちも僕と同じように息の詰まるような気持ちでいるからだろう。それにしても、馬鹿げた話だった。 この人物の振る舞いのどこにも疑わしいところなどないのだ。なぜ返事をしないのかとおっしゃるんですかと彼は言った。それは僕の名前や髪の毛の色や一人旅であるという特徴がルパンと同じなので自分でも似たようなやり方で調べてみたからです。結果も皆さんと同じでした。ですから僕は逮捕されるべきでしょう。そんなことを話しながら 彼は様子がおかしくなった。かたくなな二本の線のような唇がさらに薄く青くなり、目は赤く血走った。確かに、彼は冗談を言ったのだった。しかし、その態度や表情は妙に心に引っかかるものだった。ミス・ネリーが無邪気に尋ねた。でも、傷は終わりにならないでしょ確かに、傷はありません。 彼は神経質な手つきで袖をまくり上げ、腕を出してみせた。すぐに僕はハッとなって、ミス・ネリーと顔を見合わせた。彼が見せたのは、左腕だったのだ。もちろんそのことをはっきり指摘しようとしたが、その時思いがけない出来事が起こり、そちらの方へ皆の注意が逸らされてしまった。ミス・ネリーの友人、レディ・ジャーランドが駆け込んできたのである。すっかり動転していて、我々が詰めかけると、 やっとのことで唇を震わせながら次の言葉を発したのだった宝石が真珠がみんな盗まれてしまいましたところが全部盗まれたのではなかった後で分かったことだが泥棒は奇妙にも選択して盗んでいったのだダイヤモンドをはめ込んだ星型のアクセサリーやルビーの首飾り 引きちぎられたネックレスやブレスレットからわざわざ粒の大きい宝石は避けて小粒だが高価なつまりできるだけ邪魔にならない金目のものだけが盗まれていたその残骸がテーブルのあちこちに散らばっていた僕はいやここにいる全員が色鮮やかに輝く花びらを蒸し取るように宝石がもぎ取られている様を目にしたしかもこれだけの荒行を レディ・ージャーランドがお茶を飲みに行っている時間にやってのけたのだ。真っ昼間の人の行き交う廊下で、船室のドアをこじ開けて、帽子を入れるボール箱の底に隠された小さな袋を見つけ、中を開いて洗濯するという大変な労力をかけて。我々は同じ一つの言葉を叫んだ。盗難事件を知った乗客は皆同じことを考えた。犯人はアルセーヌ・ルパンだ。実際それはまさしく彼らしい手の込んだ。 奇想天外なやり口だった。しかもちゃんと筋が通っているのだもし袋の中身を全部残さず取ったならば邪魔になって隠すにも隠せないだろうが真珠やサファイアエメラルドといった石だけをザガネから外して盗めば簡単に隠すことができるからだそして夕食の時間ロゼーヌの隣には誰も座ろうとせず両側の席が空いたままになった彼はその後 船長に呼び出されたことが分かった。誰もが彼が逮捕されたものと思い込み、ほっと胸をなでおろした。これでやっと一息つくことができる。その晩、僕たちはちょっとしたゲームやダンスをして楽しんだ。とりわけミス・ネリーは大はしゃぎで、僕は彼女が、初めのうちはロゼーヌのお世辞を嬉しそうに聞いていたのに、もう忘れてしまったのかと思ったほどだ。それにしても、その晩の彼女は魅力的だった。 午前0時になろうとする頃、高校と輝く月の下で、僕は興奮気味に彼女に好みを捧げることを誓った。彼女の方も悪い気はしなかったようだった。だがその翌日、何とも驚いたことに証拠不十分ということで、ロゼーヌが身柄を釈放されたのだ。武道のかなり大きな卸売賞の子息として、申し分のない身分証明書を提出していたし、両方の腕に少しも傷跡がなかったのである。 身分証明書だって出生証書が何だって言うんだと、ロゼーヌの釈放に反対する人々が叫んだ。アルセーヌ・ルパンなら、お望み次第で何だって出してみせるに決まってる。傷だってそうだ。最初から怪我なんかしてなかったのか。あるいは傷跡を跡形もなく消してしまったんだ。これに対して弁明されたことは、犯行のあった時刻、ロゼーヌは甲板に出ていたということで、それには証人もあった。って 反対派が何と言い返したかというとアルセーヌ・ルパンほどの筋金入りの男がそういつまでも犯行の現場にグズグズしているだろうかということだったよほどの極端な意見を除くとどんなうるさがたもある一点に関してはとやかく言わなかったロゼーヌのほかに誰が金髪で連れのない旅をしていて R で始まる名前の持ち主だというのだあの電報が指しているのがロゼーヌでないとしたら一体それは 誰だというのだ昼食の少し前に厚かましくもロゼーヌが我々のところへ歩み寄ろうとした時ミズ・ネリーとレディ・ージャーランドは立ち上がって遠ざかってしまった2人は彼を怖がるようになっていたのだ1時間後ペンで書かれた通達文が船の乗組員や船員搭乗している全ての船客に手渡しで回覧されたそれによるとルイ・ロゼーヌ氏は アル,セーヌルパンの正体を見破った者あるいは盗まれた宝石を所持する犯人を見つけ出した者に1万フランの賞金を出すと約束していたこれでもし誰の協力も得られなかったらあの強盗はこの僕が捕まえてみせましょうとロゼーヌは船長に断言したロゼーヌ対アルセーヌ・ルパンというより人々の間では アルセーヌルパン対アルセーヌ・ルパンと言われた戦いはなかなかの見ものだと思われた戦いは二日にわたったロゼーヌは右へ左へとさまよいながら人々の個人的なことにまで首を突っ込み尋問し詮索した夜になってもうろつき回る彼の姿が目撃された船長としても出来うる限りの手を打った プロバンス号は隅から隅までくまなく調べられた被害に遭った宝石は犯人の選出ばかりかどこにでも隠すことができる品物だという至極最もな口実で客室まで例外なく探されたのだったきっと何かしらは見つかるでしょうねとミス・ネリーが僕に聞いたどんなに抜け目がなくったってダイヤモンドや真珠を目に見えなくするなんてできるはずがありませんもの もちろんですともそうでなければ帽子の裏側や上着の裏地やとにかく我々の身につけているものまで調べなくてはならないでしょうそして僕はさまざまな場面で彼女の姿をせっせと写真に収めていた愛用のコダックカメラ QX12 を見せながら言ったこれより小さいカメラにだってレディージャーランドの宝石を全部隠すくらいの隙間はあるとお思いになりませんか 写真を撮っているようなふりをすればいくらでもごまかしが効きますしねでも何の手がかりも残さない泥棒はいないといいますわところが一人いるんですアル・セーヌ・ルパンがどうしてですのどうしてかと言いますとそれは彼が盗みのことばかりでなく尻尾を出さぬように万事抜かりなく考えを巡らせているからです初めはもっと 強気なことをおっしゃってましたのに、こんなに手際がいいとは知らなかったんですよ。それで、どうお思いになりますの僕は、こんなことをしても時間の無駄だと思います。事実、あれだけの操作をしても何の成果も出なかった。とにかくみんなの苦労に見合う成果はなかった。今度は船長の時計が盗まれたのだから。船長は憤慨し、 ますますやけになって捜査に乗り出した。そして、これまで何度か事情を聞いたことのあるロゼーヌの監視をさらに強化させた。ところが、何とも皮肉なことに、時計は翌日、副船長の空入れから見つかったのだ。どれも舌を巻くほどの鮮やかさで、怪盗ルパンらしいユーモアに溢れ、まるで泥棒を楽しんでいるようにも思われる手口だった。おそらく彼は、趣味と実益を兼ねて、 しかも、危機として盗みを働いているのに違いない。彼には、舞台裏で自作の芝居を見物しながら、自分の思い描いた情景や、気の利いたセリフに大笑いしているような印象さえあった。確かに彼は、ある意味では、一人の芸術家だった。僕は、陰気臭くて、いじっぱりなロゼーヌの様子を観察しながら、この人物が演じ分けているに違いない、二つの役回りのことを考え、 簡単の気持ちを交えないで語ることはできなかったさて旅の最終日まであと二日となった晩のごと当直の士官が真っ暗闇となった甲板でうめき声を聞きつけた近づいてみると男が一人頭にすっぽり厚ぼったい灰色の布をかぶされ手首を細ひもで縛られて倒れていた大湯を取りひもをほどいて助け出され 手厚い看護が施されたその男とはロゼーヌだった彼は捜査中に襲われ叩きのめされて金を奪われたのだった上着に1枚の名刺がピンで留めてあり次のように書かれていたアルセーヌ・ルパンはロゼーヌ氏の1万フランをありがたく頂戴いたします実際には盗まれた財布の中には1000フラン紙幣が20枚入っていたのだ 人々が自作自演の狂言だと責め立てたのも無理からぬことだった。しかし、あんな風に自分の手首を縛り付けるのは不可能なことだったし、名詞の筆跡もロゼーヌのものとは全く異なっていた。それはむしろ、船内で見つかった古い新聞に出ていたアルセーヌ・ルパンの筆跡にそっくりだった。そういうわけで、ロゼーヌはもはやアルセーヌ・ルパンだとは言えなかった。ロゼーヌはロゼーヌであり、 ボルドーのの卸売省の息子だったそしてここでまたしてもアルセーヌ・ルパンが船内にいることが明らかになったしかもあのような恐ろしい振る舞いによって乗客はパニックに陥ったもはや誰も一人で船室に残りたがらずましてや少しでも離れた場所へは近寄ろうともしなかった人々は用心深くなって安心な顔見知り同士でグループを作ったさらには ごく親しかった者同士でさえ本能的に警戒し合うようになったそれは恐れるべき人物をはっきり特定できなかったからでもしそれができたならこれほど危険な状態にはならなかっただろう今や船内の誰でもがアルセーヌ・ルパン足りえたのである妄想ばかりが膨らんで我々はルパンが驚異的な無限の能力を持つと信じ込んでしまった どんな思いがけない変装も自由自在で、勇敢なローソン少佐にも威厳に満ちたラベルダン公爵にも成り済ませると思った。もうイニシャルも当てにならず、妻子は召使いを伴っていても関係なかった。つまり、ルパンは知り合いの誰にでも変装する可能性があった。店舗が来ても取り立ててニュースはなかった。少なくとも船長の方からは何の通達もなかった。 我々は、こうした沈黙に、帰って不安になった。旅の最終日も、長く果てしなく感じられた。何か恐ろしいことが起こりそうな気がして、誰もがビクビクしていた。今度は、ただの盗みや襲撃なんかでは済まないだろう。凶悪な犯罪、もしくは、殺人が行われるかもしれない。あのアルセーヌ・ルパンが、二件のケチな泥棒くらいで終わりにするはずがない。当局は無力と化し、 この客船に君臨した彼には何でもお望み次第だった。富も人の命さえも自由にできるのだった。だが白状すると僕にとってはこの上なく心地よい時間だった。ミス・ネリーが僕を頼りにしてくれたからだ。もともと臆病な上に事件のたびに気をもんでいたものだから彼女は本能的に僕に保護と安全を求めたのである。心の中では 僕はアルルセーヌ・ルパンに感謝した僕たち二人を近づけてくれたのは彼ではないのか彼のおかげで僕はこんなに甘美な夢にふけることができるのではないか愛の夢にしかも手の届きそうな夢にダンドレジー家はボアトゥー地方の旧家なのだがその家名は今や色あせてしまっている貴族が過去の名誉を取り戻そうとするのは恥ずべきことではないように思われた それにその夢は別にミス・ネリーの気を悪くさせるようにも思えなかった彼女の微笑みを称えた目が許してくれているようだったし優しい声が希望を持たせてくれたそうして僕たちは最後の瞬間まで船の手すりに肘をつきながら寄り添い合っていたアメリカの海岸線が目の前にうっすらと漂っていた捜査は打ち切られ人々はただ待ち焦がれた 1一等船室の客から移民で混雑した3等船室まで乗客誰もがこの訳のわからぬ謎が解明される最後の瞬間を心待ちにしたアルセーヌルパンの正体は誰なのだろうどんな偽名を使い誰になりすましているというのかいよいよ最後の瞬間となった僕はたとえ100年生きようともこの瞬間のどんな些細な点も忘れたりしないだろう 顔色が真っ青じゃありませんか、ミス・ネリー。と、僕は言った。彼女は、僕の腕にぐったりともたれかかっていた。あなただって、とてもそわそわしてらっしゃるわ。だって、そうじゃありませんか。手に汗を握るような瞬間ですよ。おまけに、ミス・ネリー。あなたのそばで、そんな一瞬を見守ることができるのが、僕は、僕は、実に嬉しいんです。 僕にはまるであなたの思い出がいつまでも彼女は聞いていなかった興奮し息を弾ませていた船が港に入りタラップが下ろされただが我々がそれを渡ることを許可される前に税管理や制服を着た役人荷物係といった連中が乗り込んできたミス・ネリーが口ごもりながら言ったもしアルセーヌ・ルパンが航海中に逃げ出したと分かっても 私、驚いたりしませんわ。奴はきっと、お面をかぶるくらいなら、死を選ぶでしょう。そして、逮捕されるよりはと、大西洋に飛び込むでしょうよ。からかわないで。彼女は、イライラしていった。突然、僕はビクッとなった。彼女が、けげんそうな顔をするので、僕はこう言った。タラップの端の方に、年配の小柄な男が立っているでしょう。傘を持って、 オリーーブ色のフロックコートを着た人かしら彼がガニマールですガニマールええアルセーヌ・ルパンを自分のこの手で捕まえてみせると誓った有名な警官ですこれで体制を挟んだこちら側から何も情報が入ってこなかったわけが分かりましたよガニマールが来ていたからなんですとにかく自分の仕事に横から口出しされるのを嫌がる男ですからね それではアルセーヌ・ルパンはきっと捕まりますわねさあそれはどうでしょうガニマールは何せ濃いメイキャップですっかり変装したルパンの姿しか見たことがないらしいですからただし彼が偽名を知っているのなら話は別ですがああ私もルパンが逮捕されるところを見てみたいわ彼女は女性に特有の少しばかり残酷な好奇心から言った もう少しの辛抱ですよ。おそらくルパンはすでに自分の敵がいるのに気づいたはずです。相手方の目が利かなくなるのを待って、後の方に出ていくつもりでしょう。下船が開始された。ガニマールは平然として傘にもたれかかり、タラップの手すりと手すりの間を押し合いながら降りていく大勢の人々には目もくれないような様子だった。僕は彼の後ろに船員が一人待機して、時折何か教えているのに気がついた。 ラベル団公爵も、ローソン少佐も、イタリア人のリボルタ氏も、次々に通り過ぎて行き、それから他の何人もの人々が降りて行った。やがて、その中に加わろうとするロゼーヌの姿も見えた。なんと哀れなロゼーヌ。彼はまだ災難から立ち直れないでいるようだった。やはり、あの人かもしれませんわね。と、お思いになります僕としては、 ガニマールとロゼーヌが一緒にいるところを写真に撮れたら、さぞ面白かろうと思います。僕のカメラで二人を映してくださいませんかこの通り手が塞がっているものですから。彼女にカメラを渡したものの、シャッターチャンスには遅すぎた。ロゼーヌはもう通り過ぎようとしていた。船員が鏡込んでガニマールの耳元に何か囁いたが、彼はかすかに肩をすくめただけで、ロゼーヌはその前を通り過ぎてしまった。しかし、 それでは一体誰がアルセーヌ・ルパンなのか本当に誰なのかしらと彼女が声を高くしていった残りはあと20人足らずだった彼女はもしかしたらこの中にルパンがいるのではないかとその20人の顔を恐る恐る観察していた僕は言ったもうこれ以上待っていても仕方ありませんね彼女は歩み出し僕はその後に続いた だが、十歩も行かぬうちに、ガニマールが行く手を遮った。なんだって言うんです。と、僕は叫んだ。少女をお待ちようお急ぎで。このお嬢さんを送っていくところです。待ちなさい。と、今度は有無を言わせぬ口調になった。彼は、僕の顔をじっくりと穴の開くほど見つめ、目の中を覗き込んでいった。アルセーヌルパンだな。僕は笑い出した。 い,いえただのベルナール・ダンドレジーですよベルナール・ダンドレジーは3年前マゲドニアで死亡しているもしベルナール・ダンドレジーが死んでいるのなら僕はもうこの世にいないことになるところがこの通り僕はピンピンしてる書類だってほらここに持っていますそれは彼の書類だどうして君が持っているのかお望みとあれば説明したっていいんだが まったく、どうかしている。アルセーヌ・ルパンは R の付く偽名を使って船に乗り込んだんですよ。それもまた、君のやりそうな小細工だ。あちらの警察は、まんまといっぱい食わされたってわけだ。まったく、君は、大した奴だよ。だが、今度こそ運のつきだ。さあ、ルパン、潔く観念したらどうだ僕は一瞬、躊躇した。すると突然、 彼は僕の右腕を思い切り叩いた。僕はうめき声を上げた。電報が知らせていた、まだただれの残る傷の上を叩かれたのだ。もう覚悟を決めるしかなかった。僕はミス・ネリーの方へ振り向いた。彼女は真っ青になり、今にも倒れそうな様子で聞いていた。彼女は僕と目が合うと、先ほど僕が渡したコダックカメラに視線を映した。彼女はギグリとなった。おそらく、いや、絶対に。 彼女には分かったのだそうそこだったザラザラした黒いなめし川の狭い仕切りの間にあるのだったガニマールに呼び止められる前に用心して彼女の手に委ねた小さな機械の隙間まさしくそこにロゼーヌの二万フランもレディ・ジャーランドの真珠やダイヤモンドもあるのだったああ叱って言うが僕はその重苦しい瞬間ガニマールと2人の部下に包囲されたその時 何もかもどうでもよくなっていた。逮捕されるのも、人々に冷たい視線を向けられるのも、構わなかった。だが、これだけは気になった。僕が預けたものを、ミス・ネリーはこれからどうするつもりなのか、ということだけは。あの不利な、決定的ともいえる物的証拠が人に握られてしまっても、恐ろしいとは思わなかった。だが、ミス・ネリーは、その証拠を提出する決意をしたのだろうか。 僕は彼女に裏切られ破滅させられるのだろうか彼女は容赦のない敵のように振る舞うのかあるいは時々は思い出してくれるような女性、淡い同情と多少の寛大さで軽蔑の気持ちを和らげるような類の女性として振る舞うのか彼女が僕の前を通り過ぎた。僕は何も言わず深々とお辞儀をした。他の乗客に混じって彼女はタラップの方へ向かって行った。その手には 僕のコダックカメラがあった。きっと人目を気にしているのだ、と僕は思った。あと一時間もしたら、いや、すぐにもあれを差し出すだろう。だが、タラップのちょうど中間まで来ると、彼女はまるでうっかり手から離してしまったように見せかけて、カメラを港と船の間の水の中へ落としてしまった。そして、僕は遠ざかる彼女の後ろ姿を見送った。 その美しいシルエットが群衆の中に消え、見え隠れし、そして、それっきりになった。これで終わり、永久に終わりだった。一瞬の間、僕は見ろぎもしなかった。物悲しい気持ちの中に、優しく、温かなものが広がっていた。それから、ふっとため息をついて、こんなことを呟いた。カニマールが、 目を丸くして驚いた、こんな言葉を。まともな人間ではないのが、恨めしい。これがある冬の夜、アルセーヌルパンが私に語ってくれた彼の逮捕の話である。彼と私はある偶然の出来事によって、つながりを持つようになったが、これを友情と言ってもいいのだろうか。その出来事については、 またいつか書こうと思っている。そう、私は、アルセーヌ・ルパンが、私にある種の友情を抱いてくれていると信じたいのだ。彼が時折、私を訪れてくれるのは、きっとそのためだ。この静かな書斎にふらりとやってきては、若々しい陽気さを振りまいてゆく。波乱万丈の輝かしい人生の片鱗を、運命の女神の微笑みと行為しか知らない人間のウキウキした気分をもたらしてくれるのだ。 アルセーヌ・ルパンはどんな容姿の男かだって。何と言い表したらいいのだろう。何度も会ってはいるのだが、その度に違った人物に見えるのだから。いや、むしろ、次々と変身した姿を鏡に映して見ているようだと言った方がいいだろうか。そのどれを見ても、目も特徴も仕草も、全体的な姿も性格も、全く異なって独特なのだ。僕自身でさえ、もう自分が誰だかわからないんだ。 鏡を見ても自分の姿がはっきりしないくらいなんだ。それが斜めに構えた冗談だというのは確かなのだが、彼の無限の能力を知らずに彼に出会ったものにとっては真実のことなのである。彼にはそれほどの精神力とメイキャップの技術、そして顔立ちや目、鼻、口の輪郭さえ変形させてしまう驚くべき才能があるのだ。彼はこうも言っている。 いつも同じ格好をして何になる常に同一の人物であるという危険を避けてはいけないだろうか僕のやったことを見れば、それで十分に僕だってことがわかるさ。そして胸を張って、はっきりとこう言うのだった。この人がアルセーヌ・ルパンだ、と誰にも断言されたことがなくて、僕はすごく満足してるんだ。肝心なのは、これはアルセーヌ・ルパンの仕業だ、と言われることなんだからね。